焼きそば食べたい食べたい自分最近納豆を食べてるじゃないですか。ね、昨日焼きそばに納豆を入れてね、食べたんですよ。それもすっごく美味しくって。そう、納豆入れてるからちょっと健康だなって感じもするじゃん。痩せてるかも、ダイエットしてるかも、みたいな感じもあるじゃないですか。だからすっごく美味しかったんだけど、今日今さっき納豆を食べて、今さっき納豆を食べたら、焼きそばの味を思い出しちゃって、もう、たまらないんだけど、朝の4時だからさすがに食べれるのはちょっとさ、ねえ。ということで本日はマイインスタグラムで募集させていただいた恋愛相談に乗っていきたいと思います。まだみんな恋愛ってものをしてるの？自分もしています。自分はね、断るごとにもう恋愛なんてすんじゃねえよって言ってんだけど、自分もしています。文句ありますか？ということで、みんなバカみたいに送ってきてくださったのでありがたい。それにね、対応していきたいと思います。9年間恋模様なしの俺様が恋愛相談乗ってやるよ。よろしくお願いします。対戦です。推しにリアコはどう思いますか？時間の無駄です。これは僕はずっと言ってるんですけど、時間の無駄です。はい。それも自分がツイッター見てる感じ、その推しがなんか恋愛とか熱愛とか結婚とかしたら暴れ狂ってるのはリアコの方です。え？足立くんまだツイッターって言ってるの？って思った方いますか？推しにリアコなんて叶わぬ恋。だからお前は彼氏彼女がいないんだよ。なのにお前友達とかに、彼氏できない、彼女できないって言ってるだろ。よく考えてみ？リアコしてるじゃん。高校卒業してから今年で7年ですが、彼氏できませんけど、どうしてくれるんですか？最初に言ったよね。足立さんは9年だって。10年なんもないんだよ、来年の3月とかに来ると。10年だよ。10年だよ。これってさ、これ10、11、12ってこれがどんどん増えていくじゃないですか。こうやって年齢を超えるってことはないよね。23、今23歳だけど年齢も一緒に増えてくから年齢を超えない。あ、でも人生の半分とか。待って、大丈夫？今9年で今23歳。大丈夫だよ。よかった。多分先生に恋してます。卒業して会えなくなりました。まあ卒業式が3月の最初かな、最初の方だと思いますけど、もうそろそろ忘れてきただろう。会わなかったら人間って忘れるんだぜ、そいつのこと。もう身をもって体験してます。うわ、こいつのことマジ好きだから絶対忘れねえ。どうする？ねえ、みんな絶対一番忘れないんだけど。で、思ってたけど、会わなかったら普通に忘れてる。うん、全然どうでもいい、マジで。会いたくもない、逆に。時間が解決してくれますね。男に女にしてディズニー行けるような男は危険？いやいや、危険なのは女側じゃないですか。男2人、女1、男側からしたら別に なんとも思わんってことはない。その、友達だったら友達って思ってるし、ワンチャンあんじゃねって2人とも思ってる可能性だけど、それに言ってる女の方がヤバくない？普通断るでしょ。男2人に、絶対自分じゃないでしょ。それだったら女の子もう1人呼んでよってなるで。それなのにならないってことはお前おかしいんだよ。思わせぶり男はどうしたらいいんですかね、先生。好きになっちゃいなよ。それで砕けるんだよ。どうせ相手はクズ。お前は数ヶ月後、なんで私クズに恋なんてしちゃったんだろうって言ってる。やっぱ学生のうちは当たって砕けろですからね。誰が言うとんねん。出会って6年経つ幼馴染に告白したいです。でも関係壊したくないです。どうすればいいですか？うん、こういうの待ってました。お前らみたいな気持ち悪い恋愛じゃなくてさ。でも自分、そのこれまで9年前とかを思い返してみると、別にそんな自分だから恋愛関係で別れて気まずくなったとかじゃないんですよ。どうしてって、なんでって話なんだけど、なんでなの？自分って割とその友達から付き合うみたいな感じだったから、だから友達関係ってのがあったね。だから友達としてのその人との付き合い方も自分は分かってるわけよ、その人たち。だからあなたもいけるよ。6年間その友達としてやってきたっていうことのやり取りがあるわけだから、別れて断られたりとか別れたりとかしても、その関係に戻ればいいだけなんだから。断られた、別れたから話さないとかしちゃうと、そんならもうダメだダメだ、どんどん気まずくなっちゃう。そうなる。だからもう、もし断られたりとか別れたとしても絶対に話しかける。これマジ指切りけんまん。インスタのメンションとハイライト消されました。まだ付き合ってます。なんか自分の知り合いにもいて、なんか彼女側、なんかどっちも彼女側も男側も知ってるんだけど、彼女側のハイライトとか投稿から彼氏が消えたので、彼氏とはインスタを消してるの。これ絶対別れたじゃん。で、自分は そいつらをがいないところでみんなに絶対別れたよね、あのカップルって言ってたんだけど、付き合ってたんですよ多分。そういうこともあるんだけど、どういうことって感じ。でもさ、大体深い意味なくない？
確かにその両方の解釈の一致がないとさ、あれだけど、自分らもさ、なんかハイライトとか、なんか投稿とか、とりあえず消したくなる時あるやん。なんでこんな投稿したんだろうみたいな感じで、それなんじゃない？そいつも。なんか恥ずかしいかもって。なんか、我に帰った時に、恥ずかしいかもと思って消したという説を推したい。まあ今、独身でも楽しい時代ですからね。彼氏作るメリットって何なんですかね。自分も、まあ彼氏彼女を作るメリットって全くわからないんですけれども、独身であるデメリットとして、孤独死が一番大きくって、別にこれから何十年間一人で生きていくのって自分全然余裕ないよ、正直。だって自分中学生から親と過ごしてないから一生一人なの。だからなんか割となんか友達で生きていける、友達と遊ぶことで普通になんか満ち足りてるのよ、他人と自分との関係については。でもこれから先友達がみんな結婚していって、自分が一人になる、で孤独死する、それが怖いからなんとかなんとか誰かとって話したんだけどね。最近はでもね、必勝法見つけました。なんかさ、友達が結婚したらさ、簡単に遊べんくなるじゃないですか、ちょっと家庭があるからとかつって。許さないよ、家庭とか。それってさ、なんか妻側が夫に、私家事してんので、土日は子供の面倒見てよ、なんで遊びに行くの、意味わかんないんだけど、とか、なんかそういうのがお互いあるじゃないですか。だからそれをくぐり抜ける必勝法として、この独身側の自分が男女夫婦どちらとも仲良くすればいいってことに気づいちゃったんです。どちらとも友達になればいいと。そしたら遊びに行く時も、じゃあ3人で行こうよとか言えるんですよ、厚かましく。全然ね、だからそこまで厚かましく言えるほど仲良くなればいける、いける、いける、全然いける。そしたら孤独死もね、あんまり怖くなくなるんですよ。だから自分は松陰に言ってんの、最近、お前が結婚したら絶対絶対奥さんとも自分仲良くして3人で旅行とか行くからね。全然お前に子供ができてちょっと忙しいとか言ってたけど、子供の面倒とか見るし、ね、よろしくね。でもこれが本当にいいと思って、だって絶対そのトラブル、その夫婦間のトラブルもなくなるじゃないですか。なんで遊びに行くんだっていう。なのでこの相談には、恋人とか作る意味ないですね。2年付き合ってるけど好きかわかんない。付き合ってるだけで幸せってことに気づきな。で、別れてないってことはさ、まあ、言うて、なに、心の奥底では思いやってるってことじゃん。自分なんて誰とも思いやってないんだよ。夜暗いから家まで送ってあげるよってメカリだと思う？足立。まあ、その人の系統にもよるんですけど、まあ、ただのクズか優しいかですね。まあ、ただのクズだと思いますけどね。まして白くて低身長、洋服センスいい男にいい人いないがち。低身長で合ってるこれ。まあ、確かに低身長。あれなんじゃない？低身長の男だから可愛がられてるじゃん、みんなに。結局のところ。え、小さいねーって。しゅんくんめちゃくちゃ小さいねー。何センチなの？まだ僕じゃないって。多分ね、それおばさんとかにも可愛がられてるし、なんかクラスメートの男とかにも多分なんだかんだ可愛がられてるの、小さい男って。だからその付き合ったとしても、そのリードするとか、そのなんか先に行くっていうことがね、できないんだと思うよ、こういう低身長。こういう人、すごい偏見。すっごい偏見だね。自分より完璧な女の子が好きらしいけど、どうしたらいいのよ。どういうことですか？なんか本当にその自分より完璧な人がいいっていう感情がなさすぎて、どういうことかがわけわかんないんだけど、自分マジで顔で選んでるから。なんか性格とか、マジでどうでもいいかだからさ。わかんない。どういうこと完璧な人がいいって。なんかちゃんと家事できるとかいうこと？どうでもよくない？一緒にやればいいじゃん。好きな人と仲が良すぎて友達以上になれない。どうすればいいんですかね？本当にこの状況って陥りますよね。わかりますよ。それはさ、もう相手が完全に友達って思っちゃってるから、もうこっちが、いやお前のこと恋愛として好きなんだよってことを伝えないといけない。だからもう普通に、マジで好きだわ、恋愛的にガチでって言うしかないよ。ガチでヒカルのこと好き、これ恋愛的にマジで。真面目感もないし、ちょっとふざけてますみたいな感じで言えるから、これいいと思う。ガチで光のこと好きなんだけど、光どっちっつった？彼氏が私の LINE は返さず、お互い仲いい女の子にはずっと返信してるのが複雑です。知っちゃったか。もうそういうの知っちゃったらダメなんだよね。知っちゃったらもう全部そう、なんか悪い方向に行っちゃうと思う、自分は。でもさ、相手に一個不信、もうこれなんか付き合っててもなんかちょっとごめん、めっちゃ股間書くんだけどごめんなさいね。付き合ってても付き合ってなくてもなんだけど、なんか相手に一個上もなんかこいつ全然自分には返信しないのに相手に返信しちゃう、そういう嫉妬系とかでなんか一個出てきちゃうとさ、もう全部そう見えちゃう。なんか不安になるからな。これまではいやいや付き合ってるから自分とか思えるけど、なんか一個不安になったらもう全部不安になってもうマジで終わりだから、もうねやばいかも。でもこれ送ってきてるってことは君はまだラブなんでしょ。でもなんか遠距離になって返信来なくなったみたいなの書いてあるから、なんだろう、もうじゃあこの仲いいこと3人のグループ作ってたらどう？もうちょっと一回我慢して、その仲いい女の子と彼氏が話してるのがマジで嫌なんだけどって言うんだったらあれだけど、まあ3人のグループ作って、なんか一回3人で会うとかどう？
卒業式写真撮れてボタンももらいました。それで LINE でお礼言ったんだけど、うすだけ、そこも好き。相談って言ったよね、のろけとか送っていくんじゃねえよ。好きな人と目がちょくちょく合います。これって思わせぶりですか？いや、普通に目がたまたま合っただけだと思います。言うて合わないクラスとかだったら、まあ、大学だったらなかなか合わない、合うことなんてないけどさ、クラスで自分割と全員と目合うけどね。彼氏に可愛く甘える方法を教えて。え、これ高校生かな大学生かな、どっちなんだろう。成人ですってプロフィールに書かれてるから大学生か。まあとりあえずさ、まあ同性というか、まあ同じ同性じゃなくてもしろ、まあ同じ部屋に帰ってくるとして、ただいま、ガチで疲れたガチで疲れたって、ここ近くに座ります。やば、マジでやばい。いや今日こんなことがあって、こうバイトがガチで仕事がこれやばくて、あとね、先輩がすっごいあれなんだよねとか、ちょっとうざくてみたいな。え、リュクは今日何やったの？え、こうもう上目遣い、こう上目遣いさ。リュクって今日何やったの？そうなの、いいね。そういう自分と もう一緒に行こうよ。どんどん近づく、こう最初はこう、最初はこうだけど、どんどんこうするとかどうですか？結構いいと思う、自分。結構自分的にはいいと思う。全然自分もやっちゃう。彼氏と手つなぎたいけど恥ずかしくて言えないとき、どうしたらいいかな。恥ずかしくて、なんか言葉なんていらないんだから、手つなぐのに。まず経験談というか、まあ、何個か前の動画、恋愛偏差値2みたいなサムネイルのやつで言ってる人との話なんだけど、その人が手つないできた流れとしては、まあ、こう歩いてるじゃないですか、自分ら。こっちが、この手が相手、この手が自分ね。まあ、こう歩いてるじゃん、こうやって。で、まあ、だんだんこうね、手の甲が触れる手の甲が触れる、で、こう繋ぐっていう手段されました。それいいと思う。言葉なんていらないんだよ。この話を自分友達と話した時に、そどういう感じで手繋がれるのって言って、いつも実践してあげてるんですね、友達に。まあ歩いてみて一緒につって、でこうやって歩いてもらって、でこう何も言わずってやったら、もう本当に言ってる友達がもうめっちゃいいねって言ってたから、めっちゃいいと思う。同じく9年選手、周りは3年記念、結婚、子供とか言ってるのに、全然思考が高校生とかまで分かる。自分も全然なんか付き合って遊園地とか行きたい、付き合ってディズニーとか、なんかチームラボとかなんか行きたい。全然そのなんかグルメとかいらない。グルメとかいらなくね、どうこいつ、どういらないんだけど、だから海鮮食べに行くとかいらねえよ。なんか普通に富士急とか行きたいし、映画デートとかしたいんだけど、高校ガキだから。付き合いたいけど告白できない、どうしたらよいのか。待って、アイコンがめちゃくちゃ男の子な気がするんだけど、男の子からこれ言ってるの、なにこれ、何の音、どうしよう。この画像が好きな子とかだったら怖いんだけど、それはそれで。でも男の子だと信じます。もう言えないの、もうまだまだ子供なんだから。でもこれ、それがもうやっぱ青春って感じていいよね。でもごめんなさい、実際に自分も別にそんな言ったことないんで分からないんですけど、言わないタイプなので、自分もだからさ、もうそれもさ、なんか今さっき言ったようにあれなんじゃない、マジで何なこと好きなんだよね恋愛的にみたいな流れで、話の流れで言う。あやるさん好きです、恥ずかしいじゃんちょっと。だから好きなんだよね恋愛的にマジ好きとか、どう、恋愛的にマジ好きお前のこと。でもお前って言われるの嫌な奴らいるから、それは改めてもいいかも。なんかもうお前っていうのはさ、別に何とも思わないタイプなの、言われるのも。だからめっちゃ言っちゃうのね。でも嫌な人おるやん。だから自分友達には言わないでおこうと思ってさ、いつも思ってるんだけど、ね、全然言っちゃう。好きな人に好きな人がいる、好きバレしてる、どうしよう。もうね、これはね、経験談として諦めるしかないんですよね。まして 1,2 年後シャワーとか浴びてる時にすっごい黒歴史として思い出して、うわーってなるから。生理前に機嫌悪くて彼氏に当たっちゃうの、彼氏側からしたらどう伝えてほしいですか？でも当たっちゃう前に、当たっちゃうというか、もうそのなんか当日というか朝に、今日生理なんだよねって言えば、相手側も理解するでしょ、機嫌悪いのかなって。機嫌悪くて当たっちゃってから、いやうち生理だからとか言ったら、いはいい、いい、知らんってなるけど、もう最初にもう朝当日に、今日私は生理ですって言いましょうそしたら絶対何も思われん、あっちに側から。セフレ好きになった、無理すぎ、お疲れ。付き合ってもうすぐ2年、デート行ったことない、誘えない。は？ 2 年でデート行ったことない、付き合ってねえよ多分。彼氏がノースリーブに短パンだったらマジ笑い、ファッションセンスどうしたらいいですか？誕生日プレゼントに服をあげましょう。まあ誕生日じゃなくてもね、なんか何年記念日とかに服あげたらいいんじゃない。これが自分の好きな服装だよって。
絶対似合うと思うって渡そう。なんか鼻くそがあるんだけど、お互い多分好きなのにどっちも告れない、じれったい。これが恋仲ってやつですか。君がくれた夏、この奇跡僕は忘れない、が恋仲だっけ。懐かしい。本田翼ね、知らんけど。告白できない系はもう全部これ。もう恋愛的にマジ好きだわって言いましょう。好きな人いるけど向こうが忙しすぎて連絡取りづらい。いや、いけ。つけてないのか。うわ、好きな人か。でもやっぱり、もう大事なのは、相手の返信頻度に合わせるが一番大事だと思う。自分も最近学び、日々精進ですけれどもね。絶対これなんですよ。年上の人好きになるなって言われたんだけど、それって正解？不正解。自分年上の方が好きだもん。最近は年下も全然いいけど、だからもう全員いいよ。部活で合同チーム組んでるタコの先輩かっこよすぎて気になってます。なんか他のもきっと読むと、その先輩と出会ってからまだ3ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、合同チームもう終わりかもしれなくて、関わりもないので話すこととか何もないので助けたりしてくる。だからもうさ、まずはインスタで話そう。DM で。なんか練習とかあるんでしょ？何日かに一回。で、なんて話しかける？じゃあ、インスタさすがになんか繋がってる。まあ、繋がってないとしたら、まあそこは頑張ろう。インスタ教えてくださいとか。なんか、友達と一緒に、その人がいるグループ、なんか仲いいグループとこに行って、皆さん LINE 交換しましょうみたいな。LINE じゃインスタ交換しましょうみたいな感じで、みんなと交換する。で、そこでまあ、インスタ繋がるじゃないですか。で、そこから DM が始まりますと。で、もうバカのふりすればいいんだよ、ああいうのって。で、次って練習何でしたっけってかとか送っちゃう。自分とか送っちゃう。全然バカなふりする。全然知ってる。分かってる。予定とかも全部分かってるのに、あれって何時に集合だったっけとか、自分は言っちゃいます。で、そっから LINE をLINE でもインスタだって、DM をどんどん繋げていく。まあ予定確認とかじゃないでしょさ、まあなんかバカなふりして聞くことってあるでしょ、なんか。なんかない？その先輩の靴とかさ、なんか合同チームってことは、スポーツ系でしょ？スポーツ系だったらね、なになにさんって靴どのメーカー使ってるんですかとかとかでいいんじゃない？ダメなのかな。一回しか遊んだことないのに東京から北海道にまで会いに来たんだけど、どういう心境だと思う？ガチで好きか。わかんねえ。ガチで好きなんじゃない？だって友達でも別にわざわざさ北海道まで行こうと思わないもんな。自分だったら絶対こいつ好きじゃんって思う。絶対に実らない人に恋をしてしまった。辛いです。本当にこれが一番辛いんだよ。今まで散々告白できませんとか、きっかけがありません、彼氏と付き合ってるけど楽しくありませんとか言ってるけど、こんなの序の口。これが一番辛いんだから。絶対に実らない恋をしてしまったが、こんなに好きなのに、絶対に実らない恋をしてしまった時の対処法というか、それのさ、もうなんか見つけようよ。どうすればいいのか。それって諦めるしかないの？なんか自分はそれで、諦めたくない。諦めるで、諦めたくない。ちゃんとみんな救いたい。実らない恋をしてしまったみんなを。実らないとしても、まあ友達にはなれるよね。友達にはなれる。まあそれはクリア。友達っていう関係で自分の気持ちが保たれるのは、まあできるじゃん。でもまあ保たれない場合、もう好きでたまらない。でもまあそれって何があるか分かんないからさ、まあ一回言ってみる。一回好きなんだかって言ってみるってのはどう？それでさ、もう相手がもうマジで無理なんだよねって言ってきたら、もう友達になるしかない。許せない。マジで無理ってなんだよ。マジで無理のわけないだろ。そんなの分かんねえだろって言ってやってもいい。実らない恋の対処法を見つけたいな。誰か見つけてんのかな、もうこれ。なんか対処法あったらコメントで教えてください。ということで以上です。皆様いろんな恋愛をしていて羨ましいですね。自分も今年こそは、今年度こそは、24年度こそは何かしらムーブメントをね起こすことができたらいいなって思ってるんですけどね。どうする？多分来年の3月もこんなこと言ってると思うな。自分はちそんなこと言っちゃダメですよ。そんなこと言ってちゃ一生できないから、今年は作ると言い放っておきます、みんなに。そしたら、あ、足立今年は付き合うらしいよって、この友達中に広まって誰かが紹介してくれる可能性があるからね。それを求めよう、うん、だってもう今でも友達からも心配されすぎてて、もうみんなにもう出会いの場行こうよって言われてんの。でもね、なんか行きたくないんだよ自分。そういうので飲みの場じゃないですか結局のところ。なんかそういうとこ、なんか飲みの場でさ、なんか男女がなんとかかんとかとか、なんかその恋愛模様があの嫌いなのよ。カラオケとかでさ、なんかそこなんかイチャイチャしてるとか、そんな無理なのとか、なんか誰が好きなのとか、どういう子がタイプなのとか聞かれるのも、聞かれてるところを見るのも自分は苦手なんですね。だからもうほんとそういうとこもいけないんです。もうどうすればいいんですかじゃあって話。
なんか目が痒くなってきた花粉かなということで終わりたいと思います。概要欄にインスタグラム、ツイッター、TikTok の彼女がいてしまったチャンネル登録チェックしてみてください。それと高評価チャンネルとコメントもお願いします。ちょっとさ、年度変わるってことでさ、断捨離しててもう部屋の中がすっごい汚いの、どうすればいい？寝る場所もない、ある、立つ場所がない、立ってる、どうすればいい？